横田多官は日本の元競輪選手。日本競輪選手養成所が設立される前に選手登録された期前選手で選手登録番号は14。1948年11月20日に小倉競輪場において競輪として初めて開催されたレースに出場した。横田は最盛期となる年齢においては第二次世界大戦の余波を受けオリンピック。 世界自転車選手権の出場は叶わなかったものの、日本自転車競技会の第一人者として君臨した。1948年11月、第3回福岡国体の開催終了後、オクラにあった自転車競技場を利用して、競輪の第1回の開催が行われることになった。しかし、開催にこぎつけるまでには苦労の連続で、特に一番苦労だったのは、 選手がなかなか集まらなかったことである。というのは当時、自転車競技選手といえば、学生以外は自転車メーカーに所属して、選手生活を送っていたこともあり、海のものとも山のものともわからない競輪に、大使会議的な目で見ていて、なかなかプロ、つまり、競輪選手になろうと考える選手はいなかった。そんな折、当時日本有数の自転車産業の地であり、 そのため自転車競技選手が多くいた大阪の代表格であった横田が後輩たちに俺が競輪へ行くのならお前たちはついてくるかと呼びかけたところ横田さんが行くのならばついて行きますと言って競輪入りするアマチュア選手が続々と現れるようになった翌月の12月小倉にわずかに遅れて大阪府営競輪場が誕生した同競輪場は 会場間もない頃から大盛況となったが、横田はそこをホームグラウンドとし、徹底先行選手として大活躍した。加えて、翌1949年6月に全国規模の大会が早くも行われることが決まった。全国総派経輪である。しかも流行る第1回の開催地は、墨の絵に決まった。すでに当時32歳で、自転車競技選手としては、 全世紀を等に過ぎていた横田であったが何としても地元大阪で行われる以上選手生活の最後をかけるつもりで絶対に優勝あるのみと誓って挑んだ第1回全国総派経輪は競争者部門及び実用者部門で行われたが競争者部門は高企画とお月企画に分かれていた横田は高、お月企画ともに圧倒的な強さでいずれも 予選道中全勝で決勝へと駒を進め、好決勝では戦前からライバルだった関東の早川誠一らを退けたばかりか、おつ決勝でも勝ち、こう、おつ両方とも完全優勝を果たした。全国総派競輪の第2回大会が同年10月、川崎競輪場で行われたが、横田は好決勝を制し、同企画の連覇を果たすが、おつ決勝は、 埼玉の小林元吉の6着と破れ、2大会連続の高、オツダブル優勝はならなかった。なお、オツ企画は第2回大会をもって廃止された。横田の第1回及び第2回の優勝年齢32歳は長らく、日本選手権競輪に名称が変わっても、同大会最年長優勝記録となったが、2002年の、 第55回大会にて山田博人が33歳で優勝してようやく塗り替えられた。横田は第1回、第2回の全国総派競輪を優勝してからほどなくして第1戦から退くことになった。その後は競輪選手でありながらも1951年に日本プロサイクリスト連合の常務理事に就いたこともあり、以後は裏方に徹することになった。 特に、ナルオ事件が、きっかけとなって、競輪の廃止が国会でも取り沙汰されたとき、横田は、競輪側の代表に立って、国会の委員会に出席するなどして、競輪の存続を訴えた。また、日本競輪選手会、第二代理事長、世界自転車選手権、日本代表の監督も歴任した。1967年8月5日、登録少女。 1980年6月30日、死去。ありがとうございます。